ロアッソ熊本背番号2番黒木光平です。黒木さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小学生の頃に、友達がサッカーをクラブチームでやっていて、一緒にそこで練習参加させてもらって楽しくて始めました。もう小さい頃からこの好きなサッカーで、仕事にできたらいいなと思っていました。得意なプレーはないですけど、運動量が持ち味です。その運動量についての練習方法等ありますか？運動量の練習方法ですか？練習で 100% 走ることだと思います。なんかその練習で気をつけていることと、まあ試合を意識してプレーすること、監督もよく言われてますけど、練習は試合のように、試合は練習のようにやってほしいって言われているように、意識してやってます。当時パークドームができたばかりで、そこで雨の日はほとんど、クラブチーム全員で走り込みをしてました。そこで結構体力がついたかなと思います。はい、まあ試合中の、まあ、相手の状況、味方の状況にもよりますけど、まずは必ず相手のファーストディフェンダーの前を頭を越えないとチャンスにはならないと思うので、越えることを意識して蹴ることと、これも状況によりますけど、相手のキーパーとディフェンダーの間に速いボールを入れれば、まあ、相手が触ってもオンゴールになる可能性も高いですし、味方の選手もワンタッチ触るだけでコース変えるだけで入るチャンスは増えると思うので、そこは意識して練習しています。まずはこの辺りですかね。こすり上げて相手の頭を落としながら速いボールで蹴れるように意識して、何回も練習すれば必ずできるようになると思います。あとグランダーの速いボールだったら、ちょっとインサイド気味に速いボールを送れるようになると思います。どうだろう、でもゴールがないとできないですかね。あ、まあ、でも壁さえあれば、あ、もうそこを自分でイメージして、壁に向かって自分で一人の時間でも蹴れると思いますし、自分も実際小学校の頃、大津に運動公園ができたんで、そこの壁に向かってよくボール蹴りに行ってました。今日は見ていただいてありがとうございました。また将来皆さんがロアッソ熊本に加入して、ロアッソ熊本の未来を背負ってもらえるように願っています。頑張ってください。